パリメトロ MP73 札幌市交通局5000、ケモントリオールメトロの案内機場パリメトロ MP89 の台車ゴムタイヤ敷地下鉄は道路と鉄道の技術を合わせた軌道輸送機関である。車両の車輪はゴムタイヤを備え、従来の鉄道が鉄製の車輪のフランジによって鉄機場に沿って走るのと同様に案内機場に導かれて走る。 ほとんどのゴムタイヤ方式の列車は専用に設計されたシステムにより運行されている。案内機常識鉄道の一種。第二次世界大戦中、パリはナチスドイツに選挙されておりメトロはあまり保守が行われることなく使われていた。戦後、荒廃したシステムを刷新するための方式が、 考えられ、ミシュランが開発したゴムタイヤと案内機場によるゴムタイヤ式地下鉄技術が最初にパリメトロに応用された。1951年に試作車である MP51 がポルトデリラとプレイコールサンジェルベンの試験船で試運転を開始した。この区間は営業区間ではなかった。1956年にパリメトロ11号線、シャトレ駅、 メリーデリラ駅間に最初にゴムタイヤ方式が導入された。急勾配の路線のため選ばれている。続いて、運行本数が多く繁忙路線である1号線、シャトード・バンセンヌ駅、ポンド・ヌイ駅に1964年、4号線、ポルト・ドルレアン駅、ポルト・ド・クリニャンクール駅に1967年に導入され、1974年には、 広角間での騒音低減のため、6号線、シャルルドゴールイコールエトワール駅ナシオン駅に導入された。高コストのため、その後は従来の鉄輪機場方式による路線のゴムタイヤ方式への改修は行われていない。現在では14号線など新規路線への導入などに限られている。最初に完全な形でゴムタイヤ式地下鉄が導入されたのは、 カナダモントリオールのモントリオール地下鉄で1966年10月からである。日本では札幌市営地下鉄南北線が1971年12月16日に北24条駅まこまない駅間で開業し本格的に導入された。ゴムタイヤ方式の地下鉄を導入した都市では無人の自動運転システムが導入されたところもあり、 マトラが開発したシステムを用いて1983年にリールでリールメトロが開業しトゥールーズ、レンヌなどにも同様のシステムを用いたメトロが開業している車両は電車方式が採用されており一本または車両両サイドにある第三機場としても働く案内機場より電力を供給されるシステムによって戻りの電流は 終電靴を通り再び機場へ戻る。札幌市営地下鉄東西線、東方線のように河川からの終電方式を採用し、案内機場と修道する不終電機を用いて案内機場に戻りの電流を流している場合もある。路線により、軌道の方式は様々である。 ゴムタイヤと同じ幅の2本の並行した走行路面にコンクリートを採用しているのは、モントリオールやリール、トゥールーズ、サンティアゴ地下鉄の大部分の区間、H 型の熱化圧延鋼を採用しているのは、パリメトロ、メキシコシティ地下鉄、サンティアゴ地下鉄の地上区間、コンクリートを大麻耗性の高い樹脂で覆っているのは、札幌市営地下鉄南北線、 フラットな鋼を採用しているのは札幌市営地下鉄東西線、東方線である。普通の鉄道と同様の鉄機場も敷かれているため、運転士はハンドル操作などをする必要がない。札幌市営地下鉄は2本の走行路面の間に1本だけ案内機場がある珍しい形態となっている。パリやメキシコシティで使われている方式では走行路面の間に 通常の鉄軌道があり、車両には通常より大きなフランジを備えた車輪もある。これらは通常、レール上からは離れておりタイヤのパンク時やポイントの通過などに使われる。パリメトロではゴムタイヤ式と通常の鉄輪式の車両を同一の軌道で混在して運行することも可能である。ありがとうございます。